はい、おはよう。おじさん、今日も早いね。やる気のある従業員だ。じゃあ明日から来なくていいから。というのもですね、この商品の補充をしてくれる従業員を雇うボタン、ここ前回グレーになってて押せなかったんだけど、なんか今見たら普通に行けちゃいそうなので、もうこっちの従業員をハイヤーして、レジ打ちおじさんの方はファイヤーしちゃおうかなと。まあ当店まだ二人も雇うような規模ではないので、 前回このおじさんの仕事を見る限り一人でレジを任せるにはちょっと不安が残ったのであと今思うとめちゃくちゃ猫背なのもちょっと気になってはいたのでまあこのおじさん残念だけど首にして品出しの方を従業員にやってもらって店長自らレジに入るこっちのパターンも試してみたいねただなんか給料とか書いてないんだよなこっちのアルバイトの方は大丈夫かなはいやでこっちを火災 これで従業員が入れ替わったはず。もういなくなってる煙のように消えるじゃん。<laughs> 潔いなちょっとここで首にすぎには惜しい人材だったかな。で、もしかしてお前か <laughs> これは、あれか営業始めたら働いてくれんのかなまあ今結構棚埋まってるからね。今商品しっかり埋めてる状態なんですけど。 こちらのバックヤードの方に商品のストックは大量に置いておいたので営業が始まって商品が減ってったらここから勝手に補充してくれるんじゃないかなと思ってるんだけどどうだろうな今んとこちょっと不安だね特に顔つきが目に光がないもんねさっきのレジ打ちおじさんもそうだったけどちょっと雇っていい人材だったのかどうか不安は残りますけどオープンしてみましょう で本日の店長の仕事はもう品出しはやってくれるからもうレジに貼り付いてればいいわけだ天キーをいつでも押せる状態にしてもうひたすら客をさばいていくいらっしゃいませ世界一のスーパーマーケットへようこそで油を買ってる砂糖も買ってる別にすぐに品出ししてくれるわけじゃないのか棚が空になった時に初めて動いてくれるとか そういうことじゃないよな。別に今の段階で動いても別にいい気がするんだけど。えー、っと、24.8。はい、アウトでした。ああ、でもやっぱり商品の数増やして、お,お客さんもう目に見えて増えたよね。ありがたいことに。<laughs> 午前中のサラリーマンが買ってく買い物じゃないんだけどな。いつも言ってるけど。いや、やっぱり店長の方がレジ打ちは圧倒的に早いね。昨日までのおじさんよりも。 明日から来なくていいとか言ったけども一瞬で消えたなあのおじさんでも多分あのおじさん本日分の日給は発生してんだよね今日一日くらい働いてもらえばよかったかな <laughs> ちょっと損した感はあるけどなんか納得いかねえな今日の分の日給発生すんのありがとうございましたいやでもなんかあんまり動く気配がねえなあいつちょっと減ってきた棚もあるよ商品はいはい少々お待ちくださいいやちょっとお前よ 少々 <laughs> めちゃくちゃ近づけるじゃん。<laughs> ちょっと怖いじゃん、目ちばしってんの。よく無視できんな、この状況で。いや、まあちょっと、うん、俺にできんな、レジを打つことだけか。ちょっとまずいな。一日で二人首にするかもしれない、もしかしたら。初めてのことよ。この規模のテンポで二人同時に首にするの、すごいことだよ。 会挙達成しちゃうかもしれない。おっと間違えた。危ねえ。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。やべ、ちょっと手が空いた時に商品補充したくてそわそわしちゃってる。でも今日はあいつに任せるって決めてるからな。補充に関しては。え、どうなんだあいつ、ほんと、棚が空になって初めて動く気か こいつの棒立ち見るたびに不安になんのよ。なんか一日に二人首にしたら俺がやべえ店長だと思われちゃうじゃん。世間から。そりゃちょっと勘弁してほしいんだよな。まっとうにやってんのにこっちは。悪評立てたくないのよ。えー、っと、はい、釣り線も慣れてきました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、電気をつけましょう。ありがとうございました。 おすごい。大量に購入してくれてる。ありがとうございます。えー、36.9、ありがとうございました。どうだ、まあ、まだ空っぽの棚はないか。ていうか、もう外結構暗くなってきてんだけど。あれまさかあいつ <laughs>、一日を棒立ちで終えるってことないよね <laughs>。むしろきついだろ、棒立ちの仕事。あー、なんか間違えた。仕事してた方が楽まであるだろ。 棒立ちで丸1日過ごすようにうありがとうございました。おい、ちょっとまずいぞ、まずいぞ、まずいぞ。閉店時間が迫ってきてんのよ。お、もうすぐ9時になるぞ。あいつ、いつ仕事しないで1日おいちまうぞ、このままだと。嘘だろ。どういうメンタルしてんだよ。まだ立ってるってことないよね。あ、立ってるわ。こもうケームスこんなに外暗いのに。朝から出勤してんのに。 いや、今、働く余地あるって、え空の棚あるじゃんあいつ働けや、マジで嘘だろ衝撃だよえ、なんか俺が指示しなきゃいけないとかあるいや、だとしても <laughs>、一日中 <laughs>、指示待っていられんのを、異常者だって。異常者雇っちゃったかもしれない、もしかしたら。ちょっと待って、そこの棚何が入ってたんだっけえー、っと、 はいはいはい少々お待ちください。もうワンオペだとやってらんないのよ、もう。商品増えてきたことによって、品出し任せてられるから、あのレジ打ちおじさん首にしたのに。ありがとうございました。また残しをお待ちしております。こえ。ちょっと待って、なんか俺が指示すんのかいや。 すごいなんか俺がボディチェックしてるみたいになってるけどいや特に調べられるボタンはないしえちょっとマジでえマジで何なんだこいつえマジで何なんだこいつあれかなんかここのストレージに入ってるものしか補充しないのか俺なんかこの辺にこう箱しっかり開けてさ補充しやすいように置いといてたんだけど試しに試しによこのちょっとだけ入ってるパスタをここに置きますと <laughs> 嘘嘘嘘嘘嘘だよないやでも今もう閉店時間過ぎたからじゃないのか一旦これエンターを押しましてまあいらっしゃったお客様は全員満足していただけてますね。で利益もしっかり出ていますと次の日を始めます。おはよう嘘だろ どうやったら働いてくれんだよ、こいつ。あ、それはそうと、日が変わったことによって、こちらのスパゲッティパスタ、安くなってますね。このスパゲッティパスタとこっちのパスタの違いがよくわからないんだけど。これ、日本語にしてるからなのかな現地の人にはお馴染みなのかなこの違いは。えー、っと、こちら、せっかく安くなってるので、もう10箱買っちゃいたいね。安いうちに、 購入して。<laughs> 見ちゃったな、倒れる瞬間。はい、補充します。店長が補充してます。店長が補充してるけど、お前なんか思うことないこれに対して。これに対して、なんかお前思うことねえか。おうおうおおお。あ、なんか、あ、いいかもな。ちょっと、捨てられてる感出るね。誰か親切な人が拾ってくれるかもしれないな、こうしておけば。 よし、大人買いしたスパゲッティパスタはしっかり倉庫に積んでおきましたと。で、今ちょっとこいつをどうやって働かせるかってことで頭がいっぱいだけど、経営のこともしっかりやっておきたいので、えー、っと、一日営業してまとまったお金が入ったので、これ繰り上げ返済しちゃっていいかなえー、っと、借りてたお金があるのよね。これ全部まとめて繰り上げ返済しちゃって、で、請求書も忘れないうちに払っておく。これ毎日やることだね。これしっかりやっておいて、 今私が考えてる仮説としては店をオープンにしたらこのストレージの中から物を出してくれるっていうことをちょっと考えてはいるんだけどだそれはそうとこの棚がスカスカの状態で営業を始めるのがあまりにも不安なので仕方ないので <laughs> 自分で一旦補充します <laughs> マジで何のためにこいつの給料払ってんだよ あとは商品の価格が変わってるものがあったらその時の市場価格に合わせて価格を変えていくこの大事な仕事ですね、まあ、こればかりは従業員に任せられないので手動でやるしかないんだけども丁寧に変えていきましょうでこのように商品棚をしっかり埋めてその上でこのちょっと余った箱を倉庫に置いていくこういうことをやりたいねここまでやってあげればさすがに出してくれんじゃないの品出し よしじゃあ商品棚が大体い綺麗に埋まりましてただ一箇所ここのちょっと高い小麦粉のとこだけは開けてあります俺の仮説が正しければ店をオープンした瞬間に彼が品出しに行ってくれるはずあそこ気になるもんねあんなにスカスカなんだからさあオープン行ってこい行ってこいだ <laughs>、まずいまずいまずい仮説大外れでしたね はい。大慌てで補充しましたけど、ちょっと待てよ。仮説その2。仮説その2行こう。あの、従業員を雇う画面のところに、なんかラックを購入するって書いてあるんだよね。ラックっていうのが必要なんじゃないのかで、ラックっていうのは、えー、っと、スーパーマーケットの、えー、家具を買う画面のところに、こういうのがあるんですよ。小さなラック。これ、店用なんか、客用じゃなくて、 従業員用だったりするかもしかして、あー、やっべー、お金が足りねえまっ、ちょっと待って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 。ここに一瞬でお金が湧いてくる魔法のページがあるので、こちらの画面で、えー、750ドル。<laughs> またお借りしましょう。で、えー、私の仮説によれば、このラックを買えば、あ、やっべー、二つになっちゃった。一個だけ買ってみて、このラックの上に、 置いた商品をなんていうかあのー、仕入れ対象として見てくれるんじゃないかやべえ置く場所がねえ置く場所がねえよちょっと待ってい一旦たい置いとこ一旦置いとこう一旦置いとこねちょっとた旦置いとこ、ね、ちょい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 たせた客を一気にく時間が始まるぜいちょ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 いちいい ありがとうございました。大変お待たせしております、お客様。あ、お次なし、神客。待ってる間に、こう、あ <laughs> 行列になっちゃったから、待ってる間に、こう、ちょうど小銭にまとめといてくれたのかな。ありがとうね。ありがとうございました。ありがとうございました。よし、さばいたぞ、一時的にさばいた。で、じゃあ、少々お待ちください。ちょ、うもう腹立ってきたら、<laughs> 拾われていかねえから、本当に。 えーっと、ちょっとこの辺あ、なんかスペース空けよう。あのラックが置けるかもしれないので、一時的にでもいいので、一時的にでもいいので、一旦、一旦ね、こっちに寄せて寄せて、一旦寄せて。で、このラックをですよ。あ置けるぞ、置けるぞ、置けるぞ。で、例えば、こう置いてみる。置いてみる。どうだ、どうだ、どうだ。動けクソ全然動いてくれね えこうじゃないのあでもなんかこれ使い方としては正しそうだな。なんかこれ置くと自動的にこう箱がピチッと閉まってさ収納されていくからいい感じ。あもしかしてえいないぞいないぞあいついないぞ拾われてったかあ働いてるーすごいなんで感動的なシーンだ働いてるぞあ今空の箱を捨ててくれたりしたね。であなんでできんじゃんお前やればよかったー。 二人同時に首にせずに済んだちうちのも適当にでもいいからなんかこの辺置いといてよしよしよし彼が補充できるようにしとこう大変お待たせしておりますお客様ちょっとチェックアウトが長いとか言ってるじゃんまあまあまあ少々お待ちください一気にさばきますからおお神客待ってる間に小銭揃えてくれてた <laughs> マジでお次なしの神客多いじゃん 明らかに待ってる間を利用してくれてるじゃん。はい、ありがとうございました。神客。はい、少々お待ちくださいね。あ、クレジットカードも助かります。ありがとうございました。うごいました。また来てくださいね。いつもお世話になっております。はい、どうも。<laughs> こんなことならあのレジ打ちおじさん残しとくべきだったか <laughs> こんなに溜め込んでしまうことになるとは思わなかったからさ。ありがとうございました。やばい、暗くなってきた。電気つけたい。もう。 でもも照明のスイッチを入れる時間もない。ありがとうございました。<laughs> 暗くなってきてる <laughs>、えー。え21度でありがとうございました。でもやっぱこの天気入力楽だな。楽だしちょっと楽しいな。29.7ありがとうございました。あし、さばいてきたぞ。さばいてきたぞ。ありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。ありがとうございました。<laughs> 暗<い>。<laughs> 照明つけますよ、今。お客様。あ大変お待たせしております。 ちょっと今なんか停電があったのかな雷の音聞こえたもんね、さっきで。はいはいはい、少々お待ちください。おいやでも働いてんな。でもなんか今こいつ俺に見られてから動き出さなかった。サボってたかあでも気抜いたらすぐ並ぶじゃん。いやまあ今日に限ってはおじさんいた方が良かったかもしれないけど、やっぱこんだけ行列できるようになると、お客さんが増えてくると。やっぱりあのおじさん一人じゃ、 厳しかったかもしれないね。今後のことを考えると。でももっと商品増やしたいんだよな。ライセンス買ってさ。当然だけど。そうなった時はもうレジ2大体制にする必要も出てくるかな。またあのおじさんを呼び戻して。ありがとうございました。ああ、もう9時になってる。閉店時間だあっという間の1日だったな。33.3大変ありがとうございました。またのお越しお待ちしております。 お、でもなんか営業終了後にしては物がある気がする。お前やってくれたないやお前頑張ったなお前いい仕事したなもう帰っていいぞあ、でもこの営業終了後も、なんか仕事してくれたりするかなあれこの箱って、空じゃん。<laughs> 捨ててよ。このチーズの中途半端な箱もここに置いたら、 あ動いてくれた動いてくれたあすごいすごい営業終了後も閉店時間になってからも必要な仕事があればやってくれんだねあこれレジ打ちおじさんよりいいかもしれないなちゃんとこっちが活躍の場を整えてあげさえすればこのラックの位置とかちゃんと調整しないとなあじゃあもうさっき借りた借金返しちゃおうぜ繰り上げ返済あぶねえよかったよかった <laughs> 最低限の金利で済んだわいやーでもなーこっちのミディアムローン2000ドルのこの大金を借りて一気に店を拡張するっていう手もあるなまあ一旦今日のところは営業終了してあでも結構待たせたりはしたけど皆さん満足してんだねでもこの画面あれだねお客様をなんか長時間待たせてしまったとかそういうのはないからそんなに待たせることによるデメリット とはななないいのかもももしれないなそもそもで次の日になりました。あ値下げした商品もあるぞ。あ、でもなー、値下げした商品買い込むほどの予算あるかなー、今。<laughs> 朝からこの状態なの面白い <laughs>。も,もっといい感じにならないかな、ま。あんま奥の方にできないんだよな。うーん、このぐらいが限界か。 限界のポジションですね、ここ。で、今日は牛乳やコーヒーが安くなっている。で、例えば牛乳を10箱買うじゃん。えー、っと、10箱購入します。で、大量に積み這い崩れとる積み這いされても積む方が大変だろ。で、こちらの牛乳をこの棚に置く。さあ、どうだどうだどうだ働くか働くのか働くのか行くのか行くのか行かへんのかい。あ、ま、牛乳はもう十分。あれか 棚に入ってるからからまだ入れる余地一応あるはあるよなあでも一箱丸ごと持ってけるくらいの量になって初めて動くのかなちょっと例えばよ一旦牛乳を戻すじゃんで動いた動いた <laughs> なるほどなるほどあもう分かってきたわこいつのことが分かってきた理解できたもうどういう条件で行動するのかが分かってきたのでもう使いこなせますカルのこと 素晴らしいんでこの空箱はしっかり捨ててくれへんのかいあれ戻すのあれそれ空箱じゃないのあいやもうマックスまでああ入れたのかこれ以上入れらんない状態だあーなるほどねなるほどねすぐこいつうおーいや分かってきたぞもう乗りこなせるわいや最初はマジで驚いたよこんなオバマ大統領みたいな顔して何もしてくれないんだもんなるほどね一箱丸ごと入れられる状態になって初めてやってくれるから この2段ずつ商品を置いてるの割と正しいなこれがもしこの1段だけだったらこう丸ごとなくなってからようやく品出しに動いてくれるって状態だったけど2段にしておけば全部なくなる前に補充してくれるっていうことだこれは今後も続けた方がいいねでえー、っと先ほど大量を購入した牛乳をちょっとこれ倉庫の整理が必要だな ちゃんと丁寧に整理する必要があるこの位置だなああこの位置に置いたら完璧よいやちょっとささすがにこれは説明少なかったよなあじゃこいつ乗りこなすのに時間かかったわ時間かかったよ彼のことを理解するのにいやもうこうなってくるとラック1個じゃ足りねえよな もうあらゆるものを自動で品出ししてくれる状態にしたいので、あのオバマ大統領を働かせるために、もう一つラックを、ここに置く。もう一つくらい並べられるよな。いけるいけるいける。こうピチッとして、えー、っと、まだ置いてないものを、どんどん置いていきたいね。そうなるとお金が足りないね。やるか。もう <laughs>。 これもう勝負に出るか。もうミディアムローン借りても、今の当店だったら返せる。返せるよじゃあ一旦10日間で考えようか。10日あればさすがに返せるでしょ。まあ金利で400ドルも払わないといけないのはまあまあ痛いけど、もっと早く返せそうだったら繰り上げ返済しちゃえばいいんだから、そしたら金利をある程度抑えることもできるので、借ります。ちょくん確認なしで借りちゃうの怖いんだよな。<laughs> <laughs> 今のワンクリックで大金借りちゃったからな。まあでもこんだけお金があればもうこの世の全てが手に入るので。ライセンスよライセンス。今までの経験からしてライセンス買って商品の種類が増えたらもうそれに伴ってもうそれにしっかり比例してお客様の数も増えるので売り上げの量も増えるわけだ当然。売り上げが増えたら2000ドルくらい簡単に返せますよ。 そのためにお金を前借りしたんだから。で、あのストレージをしっかり活かし始めたことによって、なんだろうな、店舗を広く使えるようになった。だって俺のためのバックヤードが必要なくなったんだもんね。この辺に段ボールを置いたりしてたけど、それがほぼ必要なくなったので、もっと広く使っていいってことだ。えー、しっかり壁際に棚を配置して、 この狭い店舗を広く使うぞっていうかまあ広くしてもいいんだけど店舗自体を <laughs> でもまだまだそれには及ばない気がするので別にこの店舗のサイズでもあのストレージさえあれば全然やりくりできるわこのサイズでこのコインランドリー以下の広さの店舗をいかにうまく使うかちょっとそういうところにかけていきたいですね よしまあまあまあ、まずはしっかり壁際に寄せまして。で、新しく入荷できるようになった商品は、結構冷蔵商品が多いな。多いぞ。ってことは、あれだ、この間も買った冷蔵庫 B。冷蔵庫はやっぱこれ、前も言ったけど、容量多い方が得だね。クソデカ冷蔵庫を購入しましょう。これもやっぱローン借りてないと、買えなかったよ。じゃあ、ここ冷蔵庫2つ並べる感じでいこう。 こういうことだでこの牛乳6パックっていうのは冷蔵じゃないんだねまずはこれ買おうか冷蔵じゃない通常の棚には今の時点でも空きがあるのでここをうまく使えるあこういう感じで、ね、あちょっと置ける数が少ねえなこの1段に6個しか置けないのこれすぐ品切れしちゃいそうだなこういうのは棚広く使ってもいいかもしんない こっちも牛乳にしちゃうっていうのも手だな。価格。ああれ、これ、単価高えぞえっ、ー、と、市場価格も、まあ、やっぱり仕入れ値の大体3倍くらいになってるね。じゃあ、ちょっとだけ安くして。<laughs> うちはそういうのでやってるから。そういうハイエナ商売でやってるから。他店よりもちょっと安いですよ、と。うん、そうだな。ちょっと、もっかい今の牛乳買って。 でこれは置ける数が少ないのでちょっと広めに使わせてもらおうかなあでもこれはこれで美しい配置じゃないで新しく買えるようになったドリンクを一旦一箱ずつ買ってみようかなおお綺麗に詰まるとるえー、まずコーラあうん一箱で二段置ける感じだあこれは結構数ストックできんねあれ なんかコーラ2種類ある <laughs> コーラ2種類もいるかいやでもなんか小麦粉も2種類あるんだよなこの水色のも小麦粉だしこれも小麦粉なのよ赤白のなんか値段に差のある2つの小麦粉があるんだよねまあコーラの場合はあれかコカ・コーラとペプシカあれあでもソーダはこれ1箱で2段いけないのかじゃなんか難しいな まあでもこれで一旦新商品は綺麗に収まったかなあ,あこれで適当に値段つけときますよしじゃあ回転準備 OK なんかすっごいまっとうな感じになったなうわすごい綺麗に揃ってるちゃんとしちゃったで棚がしっかり現状埋まってまして で、品出ししやすいようにいろいろなものをラックに置いておきました。こうなるともう倉庫も拡張したくなってくるな。店のサイズよりも倉庫を拡張したくなってるもん。店はまだ行けるからな、この広さで別に。で、借りたローンをしっかり早めに繰り上げ返済するために、本日も営業しましょう。でもう完全に彼という乗り物を乗りこなしてるので、あとはもうレジを打つだけで大丈夫。もう本日の営業はレジを打つだけのマシーンと貸せば。 それだけでで大丈夫なのでかなりこれ心配事が減ったわ。いらっしゃいませ世界一のスーパーマーケットへようこそ。私はレジ打ちマシーンです。よろしく。お早いね。1個だけ。もっと買っとけやクソが。えー、こちらお釣りです。ありがとうございました。まあ、商品の種類が増えたら、それに比例して客も増える。少なくとも今まではそうなってたので。 今回のアップグレードでもそうでしょう。っていうか、そうであってくれないと借金返せないからね。ありがとうございました。おー、いいね、いいね、いいね。そうそうそう。たくさん買い物してくれたら、お客様一人当たりの単価も上がっていく。そうであってほしい。せっかくこんなに種類増やしたんだから、たくさん買い物してくれないと。うわ、すごい、すごい、すごい。そんなにたくさんの飲み物、重いでしょ。大丈夫、お姉さん。運ぼうか ありがとうございました。片手で持ってる。あれだけの液体よ。さすが海外のフィジカルはげーな。あ、来た来た来た。品出しオバマ、ありがとうな。あ、あれでも箱全部消費したわけじゃないのに。あ、あれ俺が考えてたルール違ったか一箱丸ごと入れられるときじゃないとあいつ仕事しないのかなって思ったけど、そうじゃないのに今運んでたね。 あいつの行動のルールがなんかまだいまいちつかめてないなまあいまいちつかめてはないけどちゃんと仕事はしてくれてるありがとうなこれはいいぞようやくようやくここまで来たわレジ打ちマシンで良くなったこれでレジの数自体を増やしてさ2人3人とレジ打ち担当の従業員を呼んだりしたらそうできる余裕が出てきたらマジで寝てるだけで良くなる未来もあるかもしれない 今んところそんなにたくさん雇えないので頑張ってリジュちチやってますけどローンを返済するために今2000ドルのローンがあるのでまあ、実質2400ドルか金利分も含めてね金返さなきゃいけねえからよあーオリーブオイルの在庫はバックヤードに置いてなかったかななくなっちゃいそうになってるうわー倉庫増やしてーあーてかもうこっちの安い小麦粉はなくなってる バックヤードにも置いてなかったんだっけそれは。いやあ、ちょっともっと倉庫広くしてえなーあ。おう、店の広さよりも倉庫の広さだなあ。マジで今んとこ必要なのは。もちろん今後商品もっと増やしてったら、店自体の拡張も必要になってくるとは思うんだけど、この自動品出しがとにかく大事なので。あ、ああもう9時になっちゃったなあ。9時になっちゃうと。 あの、商品入荷するシステムが終わっちゃうから。もう入荷できないのよね。ああ、ちょっと今日の営業は悔いが残ったな。オーラパスタ見つからないって言ってるもんあるのことだよ。これはちょっと悔いが残ったね。久しぶりに。久し、久しぶりかじゃ久しぶりかどうかはよくわかんない。あびっくりした。この服装で、なんかあのレジ打ちおじさんが客として帰ってきたのかと思って、びくってしちゃったけど。 違ったわ。でもあのレジ打ちおじさんもいつか呼び戻してあげてえな。ちょっと経営が苦しいので、首にせざるを得なかったんだけど。<laughs> そうそうなのよ。首にせざるを得なかったのよ。あの時は。うわ、パスタ求めてる。いや、食い残るわ。こういうことになると。もっとたくさんのラックを倉庫に置かないと。ああ、でもすごいすごい。なんか、らしくなってきたな。 ちゃんとやってんな。いや、えらいえらい、閉店時間終わった後もしっかり補充してくれてさ。これほんと全商品やってくれる状況を作れたらかなり強いと思うので、それを目指したいな、今は。あ、終わりましたね。<laughs> 定位置に戻ってきてくれた。あ、てかここの段ボール一回片付けちゃったんだよな。また置かないとここに段ボール。ここが定位置ですよって分かりやすいように。なんかお掃除ロボットみたいだよな。 決まっった場所に戻ってくるの今充電中だから。じゃあ今日の営業は終了で、まあちょっと見つからない商品のお客様が出てきてしまったけど、あーでもいいよまあなんかいろいろね、あのー、ライセンス買うのにお金かかったり、ラックを買ったり、冷蔵庫買ったり、まあ経費がたくさんかかったので、利益としてはマイナスになってるけど、この売上プラス929、これ過去最高じゃないかな、多分。 この調子でいけば、まあ全然借金余裕で返せるわ。ありがとうございました。今日もよろしく頼むよ <laughs>。ああ、なんか、一つ先のステップに確実に進んだ気がする、今回は。じゃあ一旦今回はこの辺で終わりにしましょうか。まあこの店を次のステップに進ませるとしたら次は何が必要なんだレジを増やすことかな。 レジって商品棚以上にスペース食うから、レジをこれ以上もう一つ増やすってことになると、いよいよ店の拡張が必要になってくるかもしれないな。このコインランドリー以下のスペースでなんとか耐え忍んできましたけど、ちょっと今後はでかくすることも視野に入ってきますね。いや、ほんと彼の存在が大きかったら今回。じゃあ、今回もありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。